あ、知り合うふの窓をのぼったサロハンのバスのシートに揺らたいるジャンフルジムの上広がる海にドラタイル君と淡い月明かりねじれた夜に鈴をつければ月に雪が降る水平線の見える場所はもう春だ。毎日暑いですけれども、うちはまあここアパート、まあアパートって言ってるけど実際には鉄骨の鉄筋コンクリートの3階建て以上の建物だから、まあ建築法上賃貸マンションということになると思うんですけど、断熱とかすごい効いてて、防音とかね、壁がかなりしっかり作ってある、まあそんな古い建物でもない、でも築10年ぐらいかな、まあ10年ぐらいなんで10年ぐらいの建物なんで、随分ねそういうところも壁が厚いから、長屋の壁は薄いからっていうやつじゃないから、クーラーつけても効くし、まあ音なんかも遮音性もいいんですけど、断熱性も高いんで、クーラーそのものは備え付けのものをエアコン使ってるんだけど、でそれは決してそんなにね高級な機種ではないんですけどね、まあ修理、壊れるために修理してもらってることもあって、かなりしっかりクーラーも、まあ、暖房もそうなんですけど効くんですよ。だからまあ外今日で37度とか言ったかな、思って外気温がな、でもまあクーラーつけとけば別にうちの中にいる限りは何もないっていう、涼しいで効きすぎてたまに寒いっつって、寒いっつって消す、古いのだからね、古いのっていうかあんまりいい機種じゃないから、微妙な温度設定はできない、一応数字上では20何度何度ってできるんだけど、緩めにかけるとほぼ効かないって、きつめにかけといて寒くなったら消すみたいな、で暑くなったらまたつけるみたいな感じで使わざるを得ないんですけど、まあつけたり消したりしてる分にはちゃんとね、うちなんか冷えるんで助かってるんですよね、本当にね。クーラー、名もなきクーラーなんて名前だかわかんないですけど、名もなきクーラーなかなかいい仕事をするんですよね。通勤が今東武野田線っていう電車で、まあ、片道40分ぐらい乗るんですけどね、これが野田線がクーラーがっつり効かすの、もうね本当に助かんだ、行きもそうですけど特に帰りはもう汗だくになってから、まあ結構歩くんだよな職場からね、その間汗もまあ引いたり新たに汗かいたりして、だから大変なんですけど、電車乗るとすっ体の熱がスーッて引く、ものすごいきっちりクーラー効かして冷房効かしておいてくれるんで、ほんと助かってる。野田線なんか知らない、あれ儲かってるんですかね、駅舎もすごい綺麗だしね、車両もすごい綺麗だしね、新しくてね、エアコンも効いてるし、すごいいい路線なんでね、そんなね乗客の数はいるとも思えないんだけど、まあ本当も行きが下りで帰りが上りだと推定のかな、行きが上りで帰りが下りだったら多分相当
あの、なんつうの、混雑度が全然違うと思うんですけど、かなり混んで感じると思う。行きが下りで帰りが上りだと結構あの席もまあまあまばらに空いてることも多いっていうぐらいの感じなんで、なんか俺遠慮しないでね、そのなんつうのクーラーをびっちりかけていてくれると本当に助かってる。本当に東風鉄道の方にはお世話になってありがとうございます。これからもよろしくお願いします。